後突然の重大発表、この中で卒業するメンバーがいますね。卒年、はい、卒年。さあということで AK ビンゴネオ第2回目、そろそろお別れの時間となりました。マチャリン、はい、この AK ビンゴネオを見てたくさんの方に私のファンになってくれたらなって思います。で宇多田さん、はい、楽しかったんですけど、また次はなんかちょっと次マチャリンより日本語下手なってるおいさあそして AK ビンゴネオ第3回目の放送が決定しました。視聴者の皆さん、ぜひ推しメンの応援よろしくお願いします。はい、皆さんも言っておきましょう。そしてもう一つお知らせがございます。この中で卒業するメンバーが、それは私です。卒業するみたいよ。みんながね、こう次出るためにとか出れなかったとか、こうすごく一喜一憂して、こういろんなところに羽ばたいていったり、そういうになると俺は何をしてるんだとか思ってくるわけですよ。でアメリカのお笑いっていうのをすごく最近見た時にすごく憧れて、アメリカに行こうと。なるほど、はい、なんかすごい刺激をもらって、いや俺こんなことしてる場合じゃない、俺にもちゃんと輝く場所があるんだっていう感じの気持ちにならせていただいたのは、皆さん のおかげです。じゃ最後はちょっとね、あの AKB のね、あの名台詞でちょっとファンの方にね、AK ビンゴのことは嫌いになっても僕のことは嫌いにならないでください。いや逆や、逆や、逆やね。自分のことが好きすぎて。そうそう。分かんねえそれ。応援してます。本当ね。どうなるか分からんけれども。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。